はい、こんにちは、さかなりです。今日はですね、これを紹介します。 iPhone ケース、楽に。友人がですね、iPhone 8を購入しましてですね、その方はですね、今まで Android を使っていて、まあ、iPhone 初めてなので、どんなケースがいいかなということでですね、ちょっと私のおすすめのケースがあったので、今回楽にを購入してみましたので、そのレビューをしたいと思います。これがラクニーのケースなんですけどもですね、ちひろさんって書いてありますね。それでちひろさんというのはモバイルバッテリーで有名な会社なんですね。これを見ていただけると、このダンボンのですね、モバイルバッテリー、これがかなりヒットしましたよね。あとはまあいろんなもの、まあ、モバイルバッテリーが結構多いんですけども、まあ、こんなものをですね、販売している会社です。でそこでですね、まあ、その経営者の方が、まあ、女性の方で、まあ、iPhone 使っていらっしゃってですね、すごい使いやすいケースを作りたいということで、開発されたケースがですね、ラクニーになります。で特徴はですね、これ手帳型なんですけども、前開き、こちらに手帳が被るんではなくて、裏側にですね、手帳がの蓋が被るというような感じみたいです。で値段の方がですね、2980円、プライムで2780円。このケースですね、いろんなケースがありましてですね、まあ、今回購入したですね、このケースというのは PU レザーという材質を使っているみたいです。それ本革もありましてですね、ここにあるんですけども、本革ですと、まあ、約5000円近くします。種類もですね、いろいろあって、色もいろいろあるみたいですので、まあおすすめだと思います。ではですね、商品の方を見ていきたいと思います。こういうものですね、楽に。でここにですね、裏側を見るとカードポケットが2つ、あと1つカードが入るみたいな。携帯の初期というのはストラップホールがあって、ストラップで結構つけてましたけども、まあ、それも使えるということで、ここにストラップもついています。でこんな感じですね。では実際にはめてみましょう。こんな感じです。それですね、ここを蓋がですね、開きまして、ここにカードが2枚ですね、あとこちらにカードが1枚入ります。iPhone で Suica とか使っていらっしゃる方は、まあ、Suica を入れる必要はないんでしょうけども、あとカード、例えば7個のカードとかですね、まあなんか普段結構使うカードがあればですね、ここに入れておくと便利なんじゃないでしょうか。やっぱあとはですね、よく思うのが、手帳型だとですね、よく言われるのが、こちらの手帳をこちらにした時にこのレンズを塞いでしまって写真が撮りにくいというのがよく聞くんですよね。それでですね、今回、このラクニーは裏側の、まあ手帳型みたいな感じですけど、裏側にここに開くので、それでおすすめということで私がですね、紹介しました。その後このストラップですね、はこんな感じですね、ここにストラップがこういうふうにつきます。こんな感じですね。ですからここの手首にこうに、はまりますので、まあ、こんな感じで持っていてもですね、まあ、こうにやっても iPhone だけ落ちるってこともないんでしょうけども、まあ、これ結構いいかもしれないですね。これをですね、こういうふうに広げてですね、ここに置くと机の上ですね、こんな感じで立たせることができます。この部分ですね、こんな感じで反対側のメインスイッチと、あと裏側ですね、あと表側と、という形でですね、今日はですね、このラクニーの iPhone ケースを紹介しました。まあ、前開きのね、手帳型使っている方多いと思うんですけども、やはりすぐですね、写真を撮るとか、まあ、するときに、まあ、こういうケースもいいんじゃないでしょうか。この動画ですね、いいと思いましたら、ぜひこのいいねボタンとですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。